少しは速くなっているな。ターボとは違うメカチューン独特の加速の伸びだ。だがいくらチューニングしたところで所詮は86、こっちは350馬力だ。車が来ようと俺はここでは負けられない。赤城で凌介がそうでありよう、ここでは俺がエンペラーだ。狙った獲物は逃さねえ。ぴったり食いついてくる。友か、行けるだけ行くしかない。もうすぐこの勾配も終わる。86もそこで失速だが、俺のカウンターアタックからは絶対に逃げられない。もうすぐゴールなのか。急勾配セクションはこれで終わる。ここからは本物のパワーが必要なんだ。見せてやるぜ、須藤恭一流勝利の方程式を。視覚的な錯覚で道路が狭まり、外へは寄せきれない。鼻つらさえちょいとねじ込んでしまえば、この勝負もらった。3つ目の橋、橋の上でインとアウトが入れ替わる。俺にとってはいつも通りのフィニッシュだ。見えた。行け。何、バカが進んでいるか。オーバースピードだ。曲がってくれ。曲がる、曲がってくれ。俺の86。